けども、やっぱり普通にやっても盛り上がらないので、フロックマンさんからあの役の声で自己紹介とあと感想していただけたらと、あ、いいですね、うわ、ありがとう、はい、いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。じゃあいいですか。はい、はい、皆さん、こにゃにゃちんはバカボンのパパじゃなくてフロッグマンなのだ。今日は本当にたくさん来てくださってありがとうございますなのだ。ありがとうございます。それでは犬山さん、お願いいたします。はい、最初普通自分の声でいいんですか。自分の声で大丈夫です。 あのバカボンをやらさせていただきました。これ普通の声なんですね。はい、普通の声。これが普通の声で、すでにバカボンなんですけど。あんま変わらないです。犬山犬子でございます。はい、ありがとうございます。バカボン役をやられました。パパ、なんだバカボン、すごいお客さんがいっぱい来てるよ。そうなのだ、マスコミの数も多くて、うん、鷹の爪と大違いなのだ。よかったね、バカボンやれて。よかった。うん、今日はしかしに、はい、なんでもない。みんなありがとう。ありがとうございます。すごいですね、生で見れるということで。じゃあ滝本さん、お願いいたします。はい、はい。いいですよ、今みおりちゃんタイムですよ。声かけたい人いたら、みおりちゃんでどんどん。みおりちゃん、はい。もういいよ、もうやめよ。ありがとうございます。ここはどこ、閉店後のアップルストア。疲れただろう、パトライシュー。滝本美織です、どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。名言飛び出しましたね。ありがとうございます。それでは浜田さん、お願いいたします。はい、浜田岳です。役の声、はい、結構声入りますよ。あ、お願いします。おじさんばっか、ダメだな。諦めないでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。結構声を張る感じで作られてた声だったんですね。そうです。ありがとうございます。じゃあ上島さん、お願いいたします。皆さん、映画館にお出かけですか。レレレのレ、覚えてますでしょうか。レレレのおじさんです。本当、上島です。ありがとうございます。はい、そして村井さん、よろしくお願いいたします。村井くんようでございます。役の声なんてもう忘れてしまいました。ずいぶん前ですから。あ、でもまあ渋い声でやっております今日は。まあ、あ、違うな、やっぱり違うわ。現場行かないとね。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。皆さん、誰と住んでみたいかっていうのをお答えいただけたらと思います。いかがですか。私はパパについていきたいですね。パパですか。パパにもうめちゃくちゃになってもいいです。待ってください、パパにめちゃくちゃにされてもいい。みおりさん、 M タイプですか。あ、 M かもしれないですね。何言ってるんですか。そうなんですね、はい、パパ珍しいなと思うんですけども。いや、でもかっこよくなかったですか、この映画のパパね。え、ほら、やっぱりこの映画だとパパと住んでもいいなと思える人たちが、はい、ね、出てくるぐらいの格好さだと。出てくるでしょう。はい、上島さん、いかがですか。いや、もちろんママですよ。なんですか。いや、ママとやっぱりいろんなことをしたいです。やめてくれ、やめてください。そういうこと。いや、いや違う、すっごい、だから、あの浜田さんも言ったようにもう包容力もあるし、はい、ね、いいじゃないですか。ちなみに僕はあのド M ですから。いや、聞いてないです、はい、聞いてない、あの性癖を喋っていくコーナーじゃないので。あ、そうなんですか。はい、大丈夫です。ママか、はじめちゃん、ママだな、うん、ママでということで、ママ率高いですね、やっぱり。じゃあ村井さん、いかがですか。やっぱりママですね。ママの評価だった。そうじゃないですか。やっぱり女性綺麗ですしね、やっぱりああいう女性っていいですか。ああ、いいですね。やっぱちなみに僕はド M です。いやいや、みんな何ですか。M ばっかり聞いていくっていうくだり、本当にありがとうございます。